札幌発着の列車は除雪作業のため運休が続いていましたが、JR 学園都市線の札幌愛の里公園間が午後6時過ぎから本数を平常より減らして運転を再開しました。また JR 函館線の手稲小樽間も夕方から運転を再開、手稲旭川間は日中に再開しています。札幌新千歳空港間については明日朝の再開を目指していますが、 JR によりますと空港の利用者向けにこの後新千歳から札幌へ向かう直通の臨時列車を運行したいとしています。学園都市線の愛の里公園北海道医療大学館と千歳線の南千歳苫小牧間は明日も始発から運転を見合わせます。